29階からの夜景キラキラと美しいですねこんにちは森重有沙です今日は金沢駅前にありますホテル日光金沢中国料理通りにやってきました現在曜日限定の ヌーベルシノワランチを開催中なんです。うん、女性を中心に大人気だということなんですが、まあ、今日はですね。せっかく年末も近づいてきたということで。ホテル日光金沢からですね。なんとスペシャルサービスのお知らせです。詳しいお話は。ええー、通り店長の中野さんです。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。どんなスペシャルか待ってるんでしょうか。はい。明日から料金据え置きで、内容をグレードアップします。お。 ヤムチャ2種盛り合わせを3種盛り合わせに<ー>エビとナスのチリソースをエビのチーズチリソース蒸しパン添えに<ー>そしてデザートももちろんグレードアップしています価格はおいくらでしょうかはい3500円で変わりございませんええー、一体どんなランチか気になりますはい、ではあちらにご案内しますはいよろしくお願いしますわ、こちらのお部屋もまた素敵壁紙がお花を わあ素敵な空間ですね。開放感もあります。あの中国料理というとあの赤や黒を基調にした店舗のイメージも強いんですけれども、こちら本当にあのゆったりとしていてインテリアも含めてこだわりが詰まってますね。そうですね。あのリビングのように使っていただくように、うん、女性のデザイナーさんにお願いしまして、<ー>あえて中国料理っぽくない雰囲気に仕上げています。はい、本当に今いるだけで気持ちが上がります。うん、はい。 では、お料理もございますので、はい、どうぞこちらに。美味しそう。う<ー>皆さん、ご覧ください。ボリュームたっぷり。すごい。色鮮やかですね。はい。では、お料理は料理長の友野から、ご説明させていただきます。よろしくお願いします、えー。本日ご紹介するのは、ヌーベルシノアランチになります。フランス語で、ヌーベルは新しい。 シノアは中国のという意味でよく使われております、うんえー、ということは新しい中国料理ランチということですね、うん、はい、えー。森茂さんの目の前にご用意してあるのが、うん、グレードアップした料理エビのチーズチリソース蒸しパン添えになります美味しそうでは早速いただきます蒸しパン添え大きなエビですねしかもチーズもうん、うん ううん、うんおいしい本当にプリプリのエビなんですけどイタリアン風ー、はい、チーズだからだトマトの風味がすごい感じられますはい当店、えー、自慢のエビチリを、えー、今回イタリア風にアレンジしましたおい<ー>しいですまさにヌーベル、はい、新しいですね <laughs>、はい、そして他にも <coughs> 前菜ヤムチャ、うん 麻婆豆腐、海鮮料理と続くんですけれども、うん、こちらの麺はフォーですね。はい、さようございます。はい、お隣はなんですか。えーと、蒸し鶏のサラダフォーになります。どうやって。 食べるのが正解でしょうか。え、そうですね。え、そちらのサラダの方はそのままあの楽しんでいただいても構いませんし、え、少しずつフォーの中に入れてお楽しみ。そのまま入れても大丈夫。はい、結構でございます。これパクチーですかね。じゃあちょっと一緒にいただきますよ。はい。なんかちょっとチャーシュー麺的な。ええ。一気に。うん。うん。いいな。さっぱりしていて美味しい。あの。 柚子の香りがいいんですねそうですね <laughs>、うんえー、当店のフォ、えー4は、はいえー、ナンプラーを、はいえー、一切使用せずどうしてもナンプラーの方は癖が強いので、えー、ナンプラーって魚醤になるんですかねそうですね,ですね、えー、石川県でいう石流のようなものになりますね当店ではオリジナルの柚子胡椒そしてポン酢、えー えー、オリーブオイルを使って、えー、ドレッシングのソースを作っておりますあの私す私っごく気に入りましてあのやっぱりあの中国料理というと油を使った料理も多いと思うんですけれども、うん、その後スするとあっさりとこのあったかい麺類染みますね <laughs> 美味しいですそしてあのやっぱり米粉を使っているのであのグルテンフリーというのもすごくあの体にに優しいいなとううふうに感じますさあ他にはこちらはデザートですね えー、こちらは杏仁豆腐を加えまして、はい、そして、えー、マカオで有名な、えー、カステラうわ美味しそうそし,、はい、そして高級な台湾東鳥ウーロン茶を本日飲み放題でお付けしましたすごい高級な台湾のウーロン茶も飲み放題ということは<ー>まあ、えー、ランチをした後、はい、おしゃべりしながら長居してもよろしいということでしょうかそうですね <laughs>、はいえー 人手では営業時間内であれば29階からゆっくりと景色を眺めながら心ゆくまで食後の時間をお過ごしください本当に素敵な空間ですからね、はい、本当に遠慮なく長居したくなるわけなんですが、えー、まあ最近はですねあの本当に女性に人気なランチということだけではなくてあのランチで忘年会や新年会をするのも流行っている、えー、ということですのでそう,そういった、ね、利用の仕方もも、ね、いいかもしれませんね。 さあ中野さん、改めてこちらのランチのおさらいをよろししくお願いします、はい、金額はお一人様三千3500円、水曜日、木曜日、金曜日のみのご提供となります。また年内のご提供は今月20日の金曜日まで、お年始は1月8日の水曜日からのご提供となります。はい、今回あの、3500円ということなんですが、やっぱりあのかなりの,このお得感ということではいで。 皆さん、再三度返しで明日から料金末え置でグレードアップということでぜひこの機会にですね中国料理通りいらしてください詳しくはですねホテル日光金沢のホームページご覧になってください,いや今日は本当にあのこのエビチリがまずイタリアン風というところから始まってこちらの前菜、こちらはこれブリです冠、はい、になっています。ねカンブリ はい、海鮮も楽しめてそしてヤムチャにデザートまでもう全部全部ついて楽しめるランチご紹介しましたありがとうございましたどうもありがとうございました